皆さん、こんにちは。今日は2023年7月1日土曜日です。今日のテーマは、中国の卒業生ですね、大学を卒業して仕事はないんですよ。なので、みんなですね、変な写真を撮って自分の SNS に投稿します。これがある意味、後期でしょうか そして中国政府ですね、お金がなくなってきたんですよ。なので国際競技の開催を諦めています。つまりワールドカップですね、もういいですとなっています。そして中国の新しい法律、外交関係法についていう話をですね、したいと思います。情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。一つ、 6月29日、フランスの外務長官コロナさんですね、モンゴルを訪問しました。フランスはモンゴルでウラン鉱座の開発をしたいですね。今回は契約に行きました。フランスの原子力企業であるオラノ社はウランが必要です。今年の秋からオラノ社はモンゴルの国営企業、原子力企業と共同開発していきますと。 この契約の価値は10億ユーロ、そして30年間の契約です。広島 G7 首脳サミットが終わって、マークロン大統領は広島からモンゴルを訪問しました。モンゴルの鉱山はですね、たくさんあるんですよ。80%の鉱山は中国系の会社と共同開発しています。なので、モンゴルはですね、の経済はとても中国に依存しています。 ただし、モンゴルの政治体制は中国と違います。でもですね、違うんですが、すごい影響されています。基本ですね、中国政府と付き合うと影響されますので、お金ですね、買収とかありますので。次ですに、ね、6月28日、中国の国営企業、大手企業ですね、中国石油という会社ですね、の応募内容がですね、話題となっています。 仕事の内容は総合行政と言います。この仕事はですね、内容はないんですよ、実は。何をするでしょうか何でもやるっていう意味ですね。あれを持ってきて、あれを持っていてとか言いますので、この人はやりますと。雑用ですね。しかしですね、この仕事は470人が応募しました。うち224名ですね、世界大学ランキング100の卒業生は いますみんな修士博士なんですよ。そして経理会計ですね、2人だけ募集しました。413名の学生さんは応募しました。この会社はですね、条件がとても厳しいんですよ。世界大学ランキング100の学生しか応募できません。そして最終学歴,歴は修士か博士ですね。また今年の国営企業の募集は、 例年より少ないんですね。でも、応募する人は例年より多いんですよ。そして、企業側の条件がとても厳しいです。高学歴がなければ、応募する権利がないんですよ。中国はですね、経済が下落して、国営企業、公務員が大人気ですね。コロナの前ですね、外資系の企業はとても人気がありました。現在、外資系は 中国から出て行こうとします。そして民営企業ですね。いつ潰れるでしょうかみんな怖いんですよ。まだ民営企業にいてもですね、給料はまともにもらえるでしょうかわかりません。これで中国の卒業生はですね、SNS に投稿した写真は例年と違います。昔ですとですね、みんなおめでたいですね。 自分は社会人となってこれから頑張るよっていう意味ですね。みんな笑顔でした。これから社会の一員となって頑張りますっていう意味ですね。経済も豊かとなっていくし、自分の生活もですね、自由となっていきますので、嬉しいですという意味ですが、しかしですね、ダメです。今年はですね、こういう写真投稿されています。これはですね、この女の子はですね、博士なんですよ。自分は ゴミ箱に座っているんですよね。なので、お互い終わって、手を洗って、ここからペーパー使ってですね、手を拭く、このゴミ箱に捨てるんですよね。つまり、自分はあのゴミですよね、という意味です。こちらはですね、問題ないんですよ、実は。別に事故とかでもないんですよ。なんでもないんですよ。こういう写真ですね、こういうポーズで写真を撮ったんですよ。自分はもう倒れていると。動きませんと。 なので、こういうのが今の現状ですね。これもポーズなんですよ、実は。あの、普通にジュース持っているんですが、こういうポーズですね。つまり自分はですね、もう夢はもうないです。もう崩壊です。もう何もないんです。そういう意味ですね。もう諦めたっていう意味ですね。卒業しました。嬉しさはないんですよ。仕事はですね、いくら探してもない。そしてあってもですね、応募する資格がないんですよ。そして、こういうようにですね、 自分の SNS に投稿して、自分をある意味バカにして、そういうことがですね、今の流行りとなっています。ある意味、これは抗議だと言えるでしょうし、そして自分の不満をですね、発散しているというふうに思います。この3年間ですね、コロナの3年間ですが、大学生はですね、特に大学生ですね、実にかわいそうでした。外出禁止です。中国の場合はですね、 寮に行って教室には行けません。寮に行ってオンライン授業ばっかりやっていました。お弁当はですね、食堂ありますが、食堂がつくて玄関まで運んでくれます。実に寂しいんですよ。学校はですね、中にいるんですが、でもイベントもないんですよね。食事会もないですし、勉強会もないですし、スポーツとかですね、一切ないんですよ。何もかもないんですよ。当然ですが、中国では、 まあ、両ですね。男女別なんですよ。当然ですね。出会いもないんですよね。なので、友達も実に少ないんですよ。同じ学部ですね。本来は出会えるはずなんですが、でも、そういうルートがないんですよね。とても寂しいんですよ。なので、みんなですね、卒業しました。大学の生活はですね、何だったでしょうかみんな不満ですよ。なので、今年ですね、卒業生っていうのは、 4年前に入学したんですよね。つまり、コラノの3年間の、まあ、直前ですよね。という意味ですが、この3年間は何だったでしょうかみんなやはりそういう不満の気持ちもあるし、残念という気持ちもあるというふうに思います。ここで思い出しました。私は動画で話をしましたが、大学ですね、夜となって散歩していいですよというルールある大学あるんですよね。みんなダンボールで ペットですね、作っていたんですよ。やはり、ちょっと精神的におかしくなってきたよね、というふうに思います。次です。3. 欧米に行くために、ビザの申請する人が多すぎですね。これは、ちょっと前の動画で話をしましたが、欧米はですね、面談っていうビザですね、必要ですから、面談の予約は数ヶ月後となってきました。今年の夏はですね、予約はいっぱいです。例えば、ドイツに行く。 ビタの申請の面談は10月となっています。フランスもイタリアも同じ状況です。アメリカ行きのビタの面談はですね、12月以降ですね、今年はもう無理ですね。北京、上海のアメリカの領事館は大変混み合っています。そしてビタの修理はですね、観光か留学が多いんですよね。そして前の動画で話をしましたが、 ニュージーランドの首相ですね。北京を訪問して観光促進したいですね。しかしですが、中国政府は一応同意しました。これから中国とニュージーランドの観光促進していいですよと言ったんですが、でも、これは難しいんですよね。中国ではですね、ニュージーランドに行って観光する人はですね、あんまりいないんですよね。これはですね、ちょっと原因があって、 ニュージーランドに行くというのはですね、目的ではないんですよ。みんなですね、観光ツアーであれば、オーストラリアに行って、それからニュージーランドに行くんですよ。つまり、オーストラリアプラスニュージーランドですね。ニュージーランドに行くというのはですね、大きな農村部ですので、そこまで行く人はあんまりいないんですよね。これがニュージーランドの特徴でもありますが、そして今回ですね、ニュージーランドの首相は、 習近平と会談して、これからですね、牛乳とか牛肉とかですね、農産物ですね、そういうものを中国に輸出しようとしてるんですよね。すごい中国の経済を期待しているんですよ。そして中国の観光客のことをすごい期待していますね。やはり経済ですね、良くないで,でしょうと私は思いますね。それで中国に頼ってきたよねというふうに思います。しかし、これは失敗すると思いますよ。と私は思いますね。 好きです。4. 皆さんはご存知でしょうかと思いますが、中国政府はですね、国際の試合を開催することが大好きですね。たくさんの外国人に来てもらって宣伝するんですよね。我々愛国主義の教育もできるし、そして中国の素晴らしさもですね、披露できますし、世界で中国政府はですね、自慢する姿を国民に見せるんですよね。 しかしですが、中国政府は 2025AFC アジアカップの開催を諦めると発表したんですよ。国際サッカー連盟ですね、16アメリカドルの支払いができないからと言われています。2024年 AFC アジアカップも FIFA クラブワールドカップもですね、これは2025アメリカで開催するとなってきました。 国際サッカー連盟としては以前から中国で開催しましょうかと指示したんですよ。しかし今回中国政府は断ったんです。原因はですね、この FIFA クラブワールドカップですね。中国で開催するのであれば40億ドルの収益がないといけません。開催する国はですね、40%つまり16億ドル負担しないといけません。しかし中国政府にはそういう自信がないんですよね。 やはり中国はそういう経済が下落です。そして国際社会には嫌われていますし、開催しても赤字でしょう。しかしですね、今まではいくら赤字であっても絶対に開催しようとします。これでわかるのはですね、中国政府にはお金がなくなってきました。40億ドルはですね、高いとは思います。ただし、去年ですね、カタールワールドカップありました。 170億ドルの収益はあったんですよ。これは主にチケット代でした。例えばですね、アルゼンチの試合以外だけでチケット代はですね、1億アメリカドルを超えるんですよ。それからスポンサーからの支援ですね。国際サッカー連盟はすごい中国政府に支持して開催してほしいんですよ。中国政府も開催したいですね。でも今回は諦めました。例えばですね、 中国の自然省にある楽山大仏っていう観光地あるんですよ。山の、山ですね、実は。でも山は大仏のように見えます。地方政府はですね、この観光地にある入場料とか売店とか、そういう経営権ですね。17億元で売ったんですよ。30年間です。自分のケアはもうできませんという意味です。まだ、北京、上海の病院ですね。家族の方は入院しました。 中国ではですね、お医者さん、あるいは看護師さんですね、患者さんのお世話はしませんので、あの、親族さんがですね、絶対お世話しないといけないのが今までのルールっていうのがありますので、ただしですね、病院側はそれを禁止にしました。病院側が指定した家政婦サービスっていう会社ですね、その会社からそういうサービスを受けないといけません。これがルールですね。 これは病状によって違いますが、軽い方は200元1日。約4000円ですね。病状が重い方は400元ですね。約8000円ですね。1日です。サービスの方は1人に対して1人ですが、患者さんは3人、5人のことをお世話をしていくんですよ。そういう意味ですね。関東省ではですね、親族がお世話をしてもいいんですよ。 患者さんですね。でもお金は取ります。昼は40元です。夜は20元です。という意味ですね。これが中部病院ですね。やはりお金がなくなってきたんですよ。それで、あの、できればですね、患者さんからお金を取ろうとします。そういうのがありますね。当然ですが、この家政婦サービスを運営する会社ですね、病院との連携ありますので、マージンですね。渡さないといけません。 まあこれが中国のルールではありますけれども。次です。5。6月30日、日本と韓国ですね、通貨、スワップ、協定、再開に向けて、金融対話を開催しました。稼働、再稼働の合意では、両社間の金融融資額はですね、100億ドルにしましょうかと今は考えています。目的はですね、もし片側の国が金融危機、 経済危機、金融市場が混乱がですね、起きたらですね、相手は助けますよと。これで分かるのはですね、日本と韓国、経済での付き合いは強化してきました。また、日本の行動はですね、最近世界で話題となっています。ウクライナで先週ですが、まあ、復興とかですね、再建っていう会議があったんですよ。戦争はですね、いつかは終わりますので、 終わってですね、ボロボロになっているウクラナのことを復興支援する、再建支援するという意味ですが、世界60数カ国、また30数カ国の国際組織、そして40社以上の企業の代表ですね、あるいは団体ですね、参加しました。日本の林大臣さんも参加しました。林さんはそこで演説しました。日本は全力で支援します。 日本にしかないものを提供します。今年末、あるいは来年の初めですね、次の会談は日本で開催しましょうよと提案しました。そして日本は誰よりも早くウクライナ復興チームを設立しました。民営企業は積極的に参加しています。現在70億、76億ドルの支援金、募金で得ることができました。 政府、民営企業はみんなで復興支援します。地雷の排除、電力の回復、橋、国道、高速道路、鉄道の建設、農業、国民の生活などなどに支援しますよと、林大臣さんは言いました。日本には平和憲法があって行動は制限されています。特に武器の提供は絶対にできません。 ただし、日本は戦争後の支援には全力を出します。日本はリーダーシップとなりますよ。日本には経験あり、災害後の再建、復興には自信ありますよと言いました。この発言はですね、とてもかっこいいよねというふうに言われていて、殺が男よねという意味ではありますが、日本の発言は注目されていて、今までですね、国際社会で 発言はあんまりなかったし、あるいは目立たなかったんですね。今回はアメリカの次っていう姿勢を出しましたね。武器はアメリカどうぞ。でも、失験支援ですね。再建。戦争後の再建ですね。我々がやりますよっていう意味ですね。これは素晴らしいというふうに思います。特に日本の発電能力ですね。発電所ですね。世界一でしょうがと私は思いますが。 なので、今後ですね、鉄道もそうですし、そういうのがですね、日本のそういう産業ですね、アピールの場所ではあるでしょうか、というふうに思います。次です。6。7月1日から実施しますが、今は実施中ですね、中国の新しい法律ではありますが、外交関係法ですね、実施しました。これは、中国にいる外国人すべて対象となっています。 当然ですが、この法律は外交に関する法律であって、対象は中国にいる外国人、外国の政府、つまり大使館、領事館、そういった組織ですね。また、外資系の会社となります。基本は、中国は一つですよというのが基礎ですね。もしですね、外国の政府は中国は一つではありません。つまり、台湾は独立ですよね。そういうふうに主張したりすると、 中国政府は対抗措置をとります。中国にいる外国人及び会社ですね、あるいは外交官のことを制裁されてしまうんですよ。また、中国にいる外国人、会社、あるいは外交官、外国の組織は、中国の国家で安全に影響する行為をすると厳しく処するよと、すべて中国の法律が優先ですよと、これに関して、 奥義外交トップは発表しました。中国は国家の主権と安全を守るための法律ではありますよ。習近平思想に従っています。リスクがどんどん高めてきました。挑発されています。我々は戦闘しても負けない自信を持っていますよ。外国と戦わないといじめ,いじめられるんですよ。法律があって国家は安全なんですよ。 派遣主義に反対。小さい幕府の付き合いに反対。つまり、例えばクアードとかですね。インド太平洋アジアですね。あの、経済枠組みに反対ですよという意味ですね。そして、中国に対して、そういう制裁ですね。反対ですよというふうに言いました。また、これがですね、習近平同士の外交思想の基礎であって戦うことですね。つまり、 戦う狼と言いますね。つまりですね、中国政府に嫌われたら大変です。外国人を駆除する。外国人組織の入国を拒否する。これは大変ですよ。中国にもし資産ですね、あったらどうするんですか募集されますよね。そして、中国での行動ですね、活動を管理されます。やはり国家の安全が大事ですよね。犯罪行為があったら逮捕するよっていう意味ですね。 これで分かるのはですね、今までの戦う狼はあくまで外務省でした。今回この法律ができて、全国すべての政府機構が参加します。そして公安局もそうですし、警察官もそうですし、お城管理ですね、指導官も出てきます。しかし、こういう,う法律の内容を見てですね、中国の外交はもう終わりよねというふうに思われます。やはり中国は 普通の国ではありません。外国政府を建設するために外国人を逮捕することをやるんですよ。そういう意味ですね。去年ですね、中国には反外国制裁法律っていうのが作ったんですよ。つまり外国に制裁されました。中国も対抗措置を取りましょうねっていう法律ですね。アメリカの真似をしただけなんですよ。次です。7。太平洋にあるパラオ国の ジュニア大統領ですね、発表しました。中国政府に圧力をかけられています。我々は台湾との国交を切ってもらいますよ、というふうに言われました。また、タラオの大統領選挙も中国政府に干渉されています。中国政府に脅迫されました。もし台湾と国交を切らないと、中国人観光客は行かせませんよ、と言われました。 しかし、中国の会社はパラオで不動産の開発をしました。引き続き工事をしないと大きなゴミとなってしまうんですよ。最近、中国の企業は少し建設を始めました。これは大統領選挙に影響しようとしています。でも、我々は負けません。中国政府に頭を下げませんよと言ったんですよ。これに関して、6月28日、台湾の外務省は発表しました。 台湾は全力でパラオに指示しますよ。台湾からパラオの直行便を再開します。パラオで開催される、えー、国際マラソンですね。指示しますよ。台湾はアメリカなどの国家と連携して、パラオで飛行場、空港ですね。道路を建設したいです。というふうに発表しました。これはですね、少し原因があって、中国の会社はパラオに進出して、 観光地の開発、不動産開発、団地、工業団地をどんどんですね、建設しています。中国の企業の進出で、パロの経済は活発となってきました。観光促進っていう成果もですね、出たんですよ。しかしですね、中国政府が支持しなければ、パロの経済はすぐに衰退するんですよね。なので、パロの当局をですね、すごい心配しています。特に、 中国の建設不動産ですね。中東半端な状態でやめてしまうと、すべてゴミなんですよね。となってしまうんですよね。これは大統領選挙に影響されるという意味ですが。次です。8。カナダの最大の都市ですね。トロントで市長の選挙がありました。香港から移民されたの方ですね。チャウさんですね。チャウさんは女性ですが当選しました。これは初めて 中国系の市長ですね、登場したんです。今年2月ですね、トロントの元市長さんはですね、不倫をしてしまって、揉めてですね、引退しました。今回の選挙は102名の方は参加しました。長さんは66歳で、13歳の時にですね、家族と一緒にトロントへ移民しました。1991年、初めてアジア系の女性議員として登場しました。 2006年国家議員となったんですよ。2014年トロント市長の選挙に参加して、でも失敗しました。今回は市長選挙で勝利しました。次です。これは最後ですが、リー・デンデン先生ですね。動画で話をしたことがあります。2年前くらいでしょうか。動画ずっと聞いてくれてた方ですね。ご存知でしょうかというふうに思いますが、リー・デンデン先生で,ですね。この先生は、 日本に移住しました。先生は久しぶりに自分の SNS に投稿しました。内容はですね、29歳の私、やっと人間の楽園に到着しました。家族4人、4月1日から中国から出て、やっと日本に到着しました。これから新しい生活が始まりますと発表されましたね。これはですね、4月ですが、でも、 経由、経由、経由でいたと思います。例えば、深圳とか香港とかですね。直接いたのはないでしょうかと思います。2019年10月ですね、上海の高校先生ですね、である宋先生はですね、当時は発言して、授業中で発言して、ものすごい大変でした。南京の事件ですね。あれは性能教育ですよ、と。普通の国はこういう教育はしませんよ、と。戦争はあってはいけないよね。 そういうことを教えることが大事ですよね。人を恨む教育はしませんよ。そして30万人だと言ったのですが、この数字はどこからですか中国の政府も説明できないんですよ。証拠もないんですよ。しかしですね、先生はそういった発言ですね、ある学生に録画されて告発されました。つまり通報されましたね。先生はその後逮捕されました。 もうこれが大変ですね。社会で話題となっていたんですよ。リー・デンデン先生は、宋先生に支持するよと発信しました。宋先生の教育は正しいです。30万人という数字は嘘ですよ。愛国教育をしてるよね。そういうふうにいろいろですね、発言しました。実はですね、2019年、リー先生はですね、ネットである文章を発表しました。 農村部の子供に注目してくださいと。このリーデン,デン先生ですね、農村部の小学校で、えー、学校ですね、小袋の先生として、えー、担任生でですね、あの授業をですね、やっていました。この文書でですね、田舎の学校は大変です。補助金不足で学校の設備が古いんですよ。更新はできません。なのに、上からですね、例えば教育局ですね、上から視察ですね、よく来ます。 来るたびに、学校の校の長先生ですす。ね、接待しますここで私は言いましたが、若い女子、先生もですね、接待に呼ばれます。授業の準備、学生さんの宿題を見る時間がなくなるんですよ。この内容はですね、発見されて、当時ですね、リー先生は教育局に呼ばれて、数日間監禁されたと言われていますが、最後ですね、社会で はあたいとなったんですよ。自由になりました。しかしですね、上半の先生の発言に指示して、当時ですね、李先生は妊娠4ヶ月でした。精神病だと政府に判断されて、診断されて、病院へ搬送されました。その後ですね、完全に消えましたね。李先生は今回久しぶりに発言しました。しかも、日本で発信したんですよね。内容はですね、今まで、 外国に行くことはですね、お金持ちの方にしかできないよと思っていました。でも今はわかりました。地球は人類の家ですね。自由に収穫することも人類の権利ですね。しかし、中国から収穫するときですね、全力で出しました。全力を出しました。泥棒がですね、物を盗んで逃げたような感じでした。そして、日本での生活について、 えー、そういう大会にですね、もう発表されました。桜を見るのが楽しみです。つまり来年ですよね。そして街中に武装、警察はいない。そもそも警察はいない。団地には警備員はいない。顔の識別、フェス ID ですね。顔の識別、身分証明書の確認もない。鉄道に乗ってですね、乗るときにボディチェックもない。 どのスーパーにいてもですね、カバンは自由に持って入ることはできますよね。そういうふうに言いました。そしてスーパーにはサクトが警備員もいないです。まあ、これはですね、確かにそうなんですよ。中国のスーパーはですね、カバンを基本ですね、持って入ることは禁止なんですよね。止められるんですよ、警備員に。大体ですね、預けてもらうんですよね。預れるんですよね。 なので、カバンは禁止ですね。やはりカバンに物を入れてしまうんではないかと思われていますよね。でも日本ではそういうルールがないんですよね。普通に誰でも入ると思いますが、陸とかですね、持っていても入ることは普通にできますよね。でも中国は禁止ですね。そして日本のことですね。ここは方向を失った人にとっては落ち着く場所ですというふうに話をしましたね。なので、現在ですね、実は 中国はですね、今はすごい出国しようとする人が多いんですよ。だいたい2種類があってですね、富裕層は中国にいるんですよ、実は。特に権力者ですね。例えば、権力を持っている人ですね。公務員であったり、官僚であったり、官僚の親族であったりですね、中国から離れる必要はないんですよ。この前の動画でも話をしましたが、中国石油の愛人さんですね、 社長さんもそうですが、やはりブランドものですね、タコさん持っているし、外国にいてもですね、自慢できませんので、やはり優越感を感じることができないですよね。そして、中国に行ってお金、権力が持っているわけですから、悪いことをしてもですね、大丈夫なんですよ。外国にいてですね、逆に自由がないんですよね。なので、中国ではそういう権力者ですね、特にすごい富裕層はですね、出ていかないんですよね。ただし、 層は出てきます。例えばシンガポールとかですね、カナダ、アメリカですね、オーストラリアも多いんですが、ただしですね、西洋に行くのは、例えばカナダですね、やはり気候ですね、生活環境ですね、もあるんですよね。そして、まあ、下にですね、あんまり良くない表現ですが、そういうギリギリですね、生活できるかっていう人はですね、収穫するのはですね、行き先は大体アメリカが多いんですよ。 例えば、ルートですね、あの、亡命ルートと言いますが、本当にですね、ジャングルを乗り越えて、熱帯降りですね、越えて乗り越えて、メキシコにいてですね、あの、まあ、密入といいますが、不法入国と言いますが、入っていくんですよね。難民申請をするんですよね。そういうのもあるんですよ。普通のですね、中間層ですね。中間層は、今ですね、例えば、中国の今の先生ですね、それが日本とか、 となってきたよねというふうに私はそういうふうに感じていますね。ただしこれからまだですね、こういう先生は実に少ないんですよ。みんなですね、やはり中央の方が楽ですし、体制の中にいるし楽ですよねっていう意味ではありますが、そしてまあ習近平に従う、あるいは共産党に従えばいいよねっていう雰囲気ではありますし、こういった先生はですね、実に少ないんですよね。なので本当にまあ素晴らしいというふうに思いますが、 ま,あそういうまだですね、情報収集して皆さんにあの報告したいというふうに思います。この動画はここまででいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。